皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は伊勢物語の第53弾「愛がたき女」です。今日はここからです。それではいつものように拡大して読んでいきましょう。まずこれはないという漢字を崩したもので無と読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので可と読みます。 これはし。次はおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次はと。これはこです。次はあ。これはひ。次はか。 これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、起きるという漢字を崩したもので、きと読みます。次は、女。これは、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は、あ。これは、ひ。 次は手。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。昔男、相いがたき女に会いて。昔男がなかなか会えなかった女に会ってとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれはものという漢字を崩したものです。次はか。これは多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は利益の利という漢字を崩したもので、りと読みます。次は奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 次はと。これは須藤さんのすという漢字を崩したもので、すと読みます。次はる。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。これはと。次はに。 これは「と」です。次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みます。次は「の」。次は「な」。これは「起きる」という漢字を崩したもので「き」と読みます。 次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次はれいという漢字を崩したもので、れと読みます。これははちという漢字を崩したもので、はと読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。物語などするほどに、 鳥の鳴きければ思うことなどを話し合っているうちに鶏が鳴いて夜明けを告げたのでとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「い」次は可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます 次は手これはか次はものという漢字を崩したものではと読みます次は鳥と,という漢字を崩したものです次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みますこれはな 次はく。これはらです。次はん。これは人。次はしです。次は連合の連という漢字を崩したもので、れと読みます。 次は、須藤さんの「す」という漢字を崩したもので、「す」と読みます。これは、「思う」という漢字を崩したものです。次は、「ふ」。これは、「こ」です。これは、繰り返しの記号ですので、「こ」と読んでください。次は、「ろ」。 これは、八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は、ま。これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、夜という漢字を崩したものです。次は、ふ人のふという漢字を崩したもので、ふと読みます。 次は可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。これは支えるという漢字を崩したものできと読みますので注意してください。次は耳という漢字を崩したものでにと読みます。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。 いかでかは鳥の鳴くらん人知れず思う心はまだ呼ぶかきにどうして鶏が鳴くんでしょう我が心一つに秘めてお慕いする私の気持ちは今まだ夜が深々として明けないようにまだまだ尽きるものではありませんのにとなります今日はここまでです それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。